株式会社、ヤガミ製作所は、愛知県名古屋市中区に本社を置く、医療機器専門商社。1871年8月に創業。主な事業は、医療機器や医療材料、医療設備の販売及び、レンタルと、医療機器の保守、修理、トレーニングマシンや、メディカルチェック機器及び、測定機器の販売、福祉用具の販売及びレンタルである。福祉用具の販売、 レンタルについては、福祉用具のデパート、矢上ホームヘルスセンターを、愛知、岐阜、三重、静岡と神奈川に、京急店舗展開している。2011年1月1日に、持ち株会社制に移行した。初代の矢上ミ介は、愛知県平民、矢上水戸トエモの次男として、カエ5年に生まれる。明治11年に独立して、 医療機器商営み屋号を井筒美幸と称す。長女、騎士の夫として、道県平民の坂巻武三郎を迎えて、幼着師とし、二代目、矢上康介を継がせ、さらにその長男、朝次郎が、昭和5年に三代目、矢上康介を継ぐ。昭和45年に、矢上良造が四代目代表取締役に就任。また、初代、康介の長男、 八神皇七は、初代、康介の妹妻の突次先である、役首相、井筒屋の中北前七の養子となり、明治四十一年に、洋家の家督を継いで六代目、中北伊介となる。妻と五代目、中北伊介の長女、ゆは、三代目、八神康介と結婚。八神や、中北家は親戚であり、共に、明治時代に、役首相との外だった。 今日町の隣人で高額納税者だった。ありがとうございます。